かつて礼拝堂であった展示室神戸文学館は兵庫県神戸市名田区にある近代文学館。阪神・淡路大震災からの文芸復興のため神戸市が策定した文化創生都市推進プランの一環として2006年12月4日に開設された。近代に活躍した神戸ゆかりの小説家、詩人。 文学者41人の原稿やゆかりの品々等を時代ごとに区切りその時代の神戸の風景写真と共に常設展示する。また、神戸を描いた文学者と作品についての展示も行っている。館建物は1904年に関西学院初代チャペルとして建設された。1929年に関西学院が現在の西宮市上ヶ原に移転した後も、 移築されずにこの地に残されたが、第二次世界大戦では空襲で大破し、塔が失われ、内部も消失した。1950年に日本貿易産業博覧会の会場のパビリオンとして使用するため塔を除いて修復され、その後は市民美術教室、アメリカ文化センター、神戸市立王子図書館などに転用された後、1993年に塔が復元され、 同地市民ギャラリーとして使用された。1995年の阪神、淡路大震災は大きな被害を免れた。神戸文学館となった後の2008年3月に登録有形文化財の登録を受けた。原田2の向かいに原田の森ギャラリー。ありがとうございます。